東梅参考人はいありがとうございます今日は参議院議員の皆さんにお話しできる機会をいただいて大変光栄だと思っております海洋問題生物多様性問題持続可能な利用問題これすべて世界の危機です今日すでに伊藤家参考人が危機をお伝えしました危機を解決するためにはいくつかキーワードがあります 中長期で取り組むことそれは同家参考にもおっしゃったように、2030年という長期を見据えて、何の目標を設定するかです。2つ目、この問題はあちらこちらで世界全部でつながってます。ということは、国際的な枠組みなしには、これは解決できません。大事な取り組みはどこにでもあります、地域にもあります、国でもあります、でもそれでは解決できない問題のお話を今日はさせていただこうと思っています。 もう一つここが一番大事だと思ってます。これは政治、外交のリーダーシップなしには成立しません。なぜならば誰もがハッピーになるのではなくて利害を調整しなければいけません。そうしますと利害の調整は政治的な交渉が必要になります。全員損失しない交渉があったらそれは私もぜひ見てみたいです。ででもそうではなくって 本当に目指す目標に達するべきにはやはり政治のリーダーシップが必要というふうに考えておりますそういう観点から今日お話しさせていただきたいと思います私の資料のでは2ページ目をめくっていただいて私ども WWF ジャパンのご紹介をさせてくださいまず私たち WWF は世界自然保護基金という世界100カ国で活動する国際自然 NGO です民間団体です日本ではですね公益財団法人世界自然保護基金ジャパンとして 1971年から活動しております。日本の皆様に支えられて、日本の皆さんと一緒に世界の自然と、それから日本の自然も合わせて、どうやって守っていくのか、どうやって共生していくのかということをテーマにしております。資料をめくっていただきますと、今日三3つお話をさせていただきたいと思っております。一部は問題です。現状、現状イコール問題だというのが非常に残念ですけれども、現実です。2つ目その 問題危機に対して国際的な政治史の高まりがありますこれもぜひ皆さんもうすでにご存知かもしれませんが今日ぜひお伝えさせていただきたいと思いますそこに日本のプレゼンスがあるのか日本はどのレベルで参加しているのかそれは長期的に見てらっしゃる外交を見てらっしゃる議員の皆さんから見て十分なプレゼンスなのかどうかぜひご議論いただきまたご質問いただけたらと思います で3つ目最後ですけれどもそういう国際的な交渉の場でいかに日本がリーダーシップを発揮できるチャンスがあるのかというお話も触れさせていただけたらと思います、えー、ちょっとめくっていただきまして5番目のスライドを見ていただけますでしょうかまず世界の生物多様性ここまで減ってますマイナス68%です 当然生き物ですから増えてるものもいる中で減っているものと全部足し合わせるとマイナス68%ですもし日本の人口がマイナス68%になったらそれは問題ですか危機ですか私は危機だと思います次めくっていただきますと海の状態です先ほどは陸も合わせてそれから水域も合わせて全部です6ページ目のスライドはこれは海の状態です海はすマイナス36%ですがマイナス 三十六パーセント、三分の一も失われているのは問題ですか、危機でしょうか。何がそれを引き起こしているのか、ちょっと英語のスライドで表示なので日本語で補足させていただきます。下に百パーセントとあるのはどんな問題が一番大きくこれを減らしているのかということです。一番大きいのは赤いところ、オーバーイクスプロイトーションというのは取りすぎ乱獲です。二つ目がエンジ色。 ハビタットロスデグレデーションというのは生き物が住める場所がないつまり先ほど道家さんがお話しされたように海辺が消えている砂浜が消えているなので海の生き物がなくなっているとそういう状態です7ページ目のスライド、えー、今度は漁業資源のお話ですこれはまた森下参考人がおっしゃることなので私はちょっとライト目にしようと思いますが残念ながらこれ横軸が時間軸ですが90年から今2020年に向かって30年間 オレンジ色が取る業です取るるですは増やせせてませんじゃあ世界の皆さんの食を何が支えているかというと、養殖です、薄いブルー、濃いブルーですね。で、次めくっていただきますと、8番、やはりこれも私も皆さんに危機をお伝えしたいですし、どうけさんも先ほどお伝えされた内容と同じです。ただ、私が注意皆さんに注意していただきたいと思っているのは、真ん中のマキシマ マキシマリーサステイナブルフィッシュと書いていますが、これはもう限界ぎりぎりまで取っているということなので、もうこれ以上は増やせない、取る量を増やせないということです。ということは、どの程度の危機であるかということは、またこの記をぜひ見ていただきたいと思っています。9番目のスライドは、じゃあ世界だけではなくて日本はどうなっているかという話です。日本の漁業資源半分が 枯渇状態ということでこれも非常に厳しいですですのでこれは世界の問題海外の問題ではなくて日本でも起きている問題です十番目見ていただきますとこれもうなぎこれは非常に象徴的です私も実は美味しいうなぎを食べたいと思いますが将来まで本当にうなぎが食べられるのかというとうなぎが育つ場所の危機がありますしうなぎを違法に取引しているという実態がここまで大きいということです 11ページを見ていただきますと、では、すべて問題だらけかというと、改善をする持続可能な漁業を広げるという取り組みが増えています。で、これはこの2年ぐらいでも取り扱っている、そういう国際的な認証を扱っているところの企業が2倍300社であったり、1.7倍150社、それぞれ養殖、それぞれ天然の漁業、増えてはいるんです。ただ 残念ながら日本の生産者の方が取れているかというと、日本の中では持続可能な漁業の部分は6件、それから持続可能な養殖業は13件、足元は非常に限定的です。本当にこのままで事業者の方にお任せでいいんでしょうか、それともそれは本当に持続可能な資源の利用、2030年に向かうためには相当な政治の意思であったり、リーダーシップが求められるんでしょうか。プラスチックのお話をさせていただきたいと思います。 昨年のこの調査会の皆さんのご議論、それからご発言の中に、海洋プラスチックのことをもっと詳しくお知りになりたいという発言の記録を拝見いたしました。これもぜひ今日お伝えさせていただきたいと思います。海洋にもうすでに1億5000万トンのプラスチックがあります。これが皆さんが見ていらっしゃるニュースの裏側にあるファクトです。で今あるだけじゃないんです。毎年1100万トン、これが流れ込んでいます。 これが今の2020年まのデータです2040年にどうなるか毎年流入する量というのはこれが増えるんです1100万トンから2900万トンでその中でどん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 たまる一方のプラスチックは1億5000万トンであったものが4億5000万トンまで増えますこれで持続可能な利用が達成できるでしょうかというのがこれがこの危機の大きさです13ページご覧ください ここれれはは世界のの問題なのかこれは日本の問題なのかという論点です日本のハイプラスチック発生量というのはアメリカ中国につき世界で3番目ですもちろん日本のその発生量が全部海に入っているかどうかはまた別の議論ですけれどもこの発生を抑えずにこの問題は解決できるでしょうかそれは 協会の実施努力、それから研究開発でできるものなのか、やはり長期的に外交から見て、国際協力から見て、大事なのかどうかということをぜひご覧になっていただきたいと願っております。次見ていただきますと、14ページ、国内のプラスチック、私も毎日家庭でリサイクルしております。できるリサイクルはしております。ただ、国内のプラスチックリサイクルは諸外国と比べても残念ながら16%で、決して高いとは言えません。でもっと 残念な事実があります15ページご覧ください赤く示しましたけれども皆さんがリサイクルしているプラスチックは結果として熱回収という名前ですが燃やしていますこれはこれで意義のあることだとは思ってますけれども2050年脱炭素を長期的に目指す時にプラスチックを燃やし続けることが可能でしょうか それから16ページ見ていただきますと、私たちのこのいろんな文化、習慣というのが、このコロナには、えー、と役立っている部分があるんだろうな、きれい好きであったり、いろんなこう衛星にすごく意識が高いということは大事なことなんですが、一方、一人当たりの容器プラスチックの排出量、これ、一人当たりでいうと世界で2番目です、衛星は大事です、でも衛星イコール排出量が高いということを、2030年にも同じ状態でいくのでしょうか、それともこれは相当な変革が必要でしょうか。 ここからですね、えー、国際的にではそういう危機に対して、問題ではなくて、危機に対してどんな政治的意思が示されているのかということをご紹介申し上げます。サステナビリティが国際合意であることは疑いがございません。ただ、この17の素敵な絵の中には、生物多様性とはどこにも書いておりませんで。これをめくっていただきますと、先ほど、東家参考人がお話になった、SDG17 の達成は、 実は、一番下の森、海、水環境、それから気候に支えられているということです。で、実はこれ、支えられているんじゃないんです。この貧困、飢餓、健康、水、まちづくり、気候変動、海の豊かさ、森の豊かさ、この44のターゲット、生物多様性が過去減り続けた、あの状態を次の10年、次の2050年までに続けると、達成できなくなります。ですので、支えられているのではなくて、このままの状態が続けば達成できません。 ということが国際機関からすでに出ています。という位置づけがある中で、すでに日本は過去にリーダーシップを取っています。2010年、20ページを見ていただきますと、生物様性条約、コスト国になりました、うんえー。愛知目標の採択に多大な貢献をしました。2050年、人と自然が共生するというビジョンも各国と話し合いいたしています。達成状況が非常に厳しいというのは、すでに同家参考人がお話しされたとおりです。2021年は 次の目標、グローバルバイオダイベーティフレームワークというふうに呼ばれていますが、それを政治が決めるスーパーイーでございます。21ページの達成状況、残念ながら完全達成ゼロ、これは先ほど同期参考人がおっしゃったとおりです。えー、海洋、保護区、生き物がそこで生き続ける、そして増えずもう一度増えるということに関する達成状況もまだらです。23ページご覧ください。 これだけ減ってしまったかつ SDGs のの達成に不可欠な生物多様性これをどうやって取り戻すのか科学のアドバイスが必要でいろいろないい取り組みを積み重ねるだけでは達成できないということが示されておりますここにあるカラフルなグラフ横軸は時間軸です縦軸が生物多様性生き物の豊かさです残念ながら黒いところは実践で減り続けました一番下にあります灰色のライン 今かららもさらに減り続けるこれは今取り組んでいる取り組みがそのまま続くとこのまま減り続けます一方緑のラインは太陽保護区をしっかり設定するということをすると回復,の道にたどり回復の道を歩み始めますしかし注目していただきたいのは2100年という超長期にわたってそれを継続したとしても実は2010年の生き物の豊かさが取り,取り戻せないつまりは ここれはは環境行政だけでで達成できないといいととうを示していますじゃああと何が必要かというと持続可能な生産つまりは海洋資源の持続的な利用それから無駄にしないそれから、えー、それは生産の現場においても消費の現場においてもというブルーのラインというのがありますけれどもそれを足し合わせると黄色いライン私これゴールデンカーブと呼んでおりますが生き物が今よりももう一度豊かになるそれによって私たちの生活 SDGs が達成さ,される。 そういう未来を描くことができるということが分かってきました。ということは、これは環境政策ではなくて持続可能な世界を達成するために必要な政策というふうにもう一度捉え直してそれを国際交渉の中でどう実現するかということが今年2021年のスーパーイヤーです。すでに世界の政治リーダーによるコミットが始まっております。昨年の9月国連生物多様性サミットがありました でそこで84カ国のの地域の首脳が宣言しておりますドイツ、メルケル首相、首相が参加されています。ペルーの大統領も参加されています。ベトナムの首相もここで表明しています。残念ながら日本は、えー、私、昨日もう一度ウェブサイトをチェックしましたが、今年二2月現在、未参加です。それは日本の本当に方針なんでしょうか、それとも見落としなんでしょうか、どういう状態なのか、ぜひ知りたいと思っています。 25ページを見ていただきますと、八継ぎ早に次のコミットが始まっています。フランスのマクロン大統領をはじめとする52カ国が、えー、このハイアンビション・コアリション・フォー・ネイチャー、つまりは世界の生物多様性、私たちの生活を支える生き物を守るため30、30%をしっかり保全しようということにコミットされています。日本は小泉環境大臣、ビデオメッセージで日本の参加を表明されています。 私も YouTube で拝見いたしました、えー。見ている方の人数は100人程度でした。本当に日本のプレゼンスがそれであるんでしょうか。フランスはマクロン大統領、イギリスはジョンソン,ジョン,ソン首相が参加されています。 で参加されているだけではなくてフランスの場合には気候変動関連の海外援助爆弾の額になりますけれどその3分の13分の30%は先ほど道家参考人がおっしゃった自然をベースにして自然を取り戻すことによって SDGs を達成するそこに投資をするとコミットされています。イギリスのジョンソン首相は30億ポンドこれ4400億円というかなりの金額です。 これをやはりこの30%を守ることによって SDGs を達成しよう、海の豊かさを取り戻そうというところにコミットされています。日本のこのコミットレベルプレゼンスというのは皆様の中長期的な目からご覧になって、外交でプレゼンスを上げるという点から見ていかがでしょうか。あと残り第3部のお話をさせていただきたいと思います。ということで、27ページを見ていただきますと、やはり ドイツメルケルケ首相をはじめ世界の84カ国が生物多様性を取り戻すもう一度豊かにするということにコミットしている中で日本のも首脳レベルで宣言に参加をするこのリーダーズプレッジフォーネイチャーということでこれあの常に見られるオープンなサイトですけれどもそういうところに日本のプレゼンスそれも誰が参加しているのか分からないというんではなくてリーダーの名前が明示されているということが1つ鍵になろうかと思います。 次のページを見ていただきますと、えー、小泉大臣がいち早くこのハイアンビションコアリション、世界の自然をもう一度豊かにするというにコミットしておられますが、えー、他国が大統領、首相というレベルでコミットしている中で、日本もぜひ菅首相が参加を表明しつつ、 参加だけではなくて日本はそれにどう貢献するのか外交政策としてどう貢献するのかそれはどんな規模なのかとそれがどんな規模が適正なのかも含めてぜひあのご議論いただけたらと願っております最後にプラスチック問題のお話をさせていただきたいと思います温暖化脱炭素の目標は国連の条約で決まっています生物多様性の目標も国連の条約で決まっています残念ながら プラスチック問題、海洋プラスチック問題には国連の条約がまだありません。でももうすでに70か国がですねこの国際協定を早期に発足させるべきだ、つまりはそれぞれの努力ではなくて国際協力とそれからそれは条約というコミットをもとにして解決すべきだということを表明しております。日本のののプレゼンスははまだここには残念ながら弱い状態ですもし詳し詳くあのあの 状況が必要でしたたたたらまたご説明させていいだきたいと思いますということでやはりそのような枠組みをですねいかに日本がいち早くその場に参加をし表明をしコミットをし目標を作りというプロセスに入っていくのか反対にそれが決まった後に日本で 国内目標づくりをするというのではなくて、ルールメイキングを最初に同時にするというところに、まさに日本の海のリーダーシップが発揮される最大のチャンスがあるんではないかなというふうに、国際環境を NGO としては考えておりままますごごごあありりががととううざざいいいいしししたたた次にに森下参考人にお願いをいたします。